どうも皆さんこんにちは、刑事チャンネルです。本日の動画は2022年10月に発売予定の PS5、PS4 の新作ゲームソフトを一挙にまとめてご紹介する動画となっております。合計21本紹介するんですけれども、個人的注目作、おすすめ作はなんと7本もございます。10月はね、気になるゲームソフトがすごいたくさん出るんですよね。皆さんは10月どのゲームソフトに注目しておりますか？ぜひコメント欄で教えてください。もしこの動画が役に立った、面白かったと思っていただけたならば、チャンネル登録や高評価ぜひよろしくお願いいたします。では行ってみましょう。まずはこちら、10月5日発売、オーバーウォッチ2。大人気対戦型 FPS の新作が登場いたします。しかもですよ、このゲーム基本プレイ無料なんですよね。前作は普通に製品版として販売されておりましたので、これはプレイ人口めちゃくちゃ増えそうな気がします。多彩なキャラ、多彩なゲームモードで多くのプレイヤーを魅了し、発売から6年経った今でも e スポーツの世界ランキングではティア2に位置付けられ、強い影響力を持ったオーバーウォッチ。新作でありますこちらオーバーウォッチ2が登場しますと、前作の1は2へアップデートされますので、1と2のプレイヤーが分散されることはないようです。もともと6対6の対戦だったものが5対5へと変更されて、大きなバランス調整も行われております。プレイフィールがどのように変わってくるのかなんていうところも気になるところかもしれません。日本でも今ね、 APEX や VALORANT などとても人気が出ておりますので、世界的人気の FPS が新作で出て、しかも基本プレイ無料となれば、嫌が応でも注目を集めてしまいますよね。ぜひ一度はプレイしてみたい作品です。続きまして、10月6日発売、ノーマンズスカイ。こちらはすでに発売されているゲームですが、 PS5 版の登場となります。本格 SF アドベンチャーとなっておりまして、宇宙を旅するんですけれども、宇宙に自動生成される惑星の数はなんと1800稽古以上だそうです。普通に生活してたら単位で稽なんてほとんど使わないからね。そんな数の惑星用意されても一生かかっても遊び尽くせません。大ボリュームのゲームです。エイリアンと取引したり、惑星を開拓して好きな惑星に基地を建築することもできます。このゲーム、一番最初に発売された2016年当初は高い評価を得ることはできませんでした。しかし今日まで幾度もアップデートを重ね、マルチプレイやクロスプラットフォームなどにも対応し、遊びの幅も増え、当初の不評を吹き飛ばす勢いで評価されております。美しくなったビジュアル、短縮されたロード時間、もちろんハプティックフィードバックにも対応して、ノーマンズスカイはさらなる進化を遂げていきます。続きまして、10月6日発売、ノーモアヒーローズ3。昨年スイッチで発売されていた作品がプレイステーションにも登場します。殺し屋トラビスタッチダウンが愛用の武器ビーム刀を手に、個性豊かな敵を相手に爽快なバトルを繰り広げ、殺し屋ランキングの頂点を目指す殺し屋アクションアドベンチャーとなっております。続きまして、10月13日発売、ドラゴンボールザブレイカーズ。戦闘力が5しかないサバイバーと、ドラゴンボールではおなじみのセルやフリーザといったレイダーに分かれて対戦する非対称型マルチプレイゲームとなっております。サバイバーはフィールドから脱出することを目的に、レイダーはサバイバーを脱出させないことを目的にプレイします。まあ、簡単に言うと、セルやフリーザに捕まるな、セルやフリーザは捕まえろっていう感じですよね。このゲーム、通常版が1980円と非常にリーズナブルになっておりますね。おそらくなんですけれども、新しいレイダー、まあ、悪役ですね、悪役側の追加ですとか、サバイバーのスキン、なんかブルマとかウーロンのスキンでサバイバーをプレイすることもできるんですけれども、そういったものを追加で購入する形になるのではないかと思われます。まあ、今のところまだ発表されているわけではないので分かりませんけれども、あのデッドバイデイライト的な方式なんじゃないかと思われます。ゲーム的にも似てますからね。まあ、いずれにせよ、ドラゴンボールの世界観でまさかそんなゲームが出てくるなんて夢にも思わなかったわけですよ。いや、こんなの絶対わちゃわちゃしてて楽しいじゃないですか。いいのこれ、ドラゴンボールの世界観、ある意味ぶっ壊しになってるけれども、あ、タイトルがドラゴンボールザブレイカーズ、そっちの意味もある。続きまして、10月13日発売、神業到来。このゲームは2006年にプレイステーション2で発売されておりました。ステルス泥棒アクションゲームなんですよね。 PS4 で復活いたします。泥棒といってもあれだぜ、義賊だぜ。悪いことして金稼いでるやつらから盗んで貧しい人たちに配るあれだぜ。
しかもあれですからね、ステルスって言っても盗むときはめっちゃ豪快に盗むんだぜ。ワイルドだろ。俺なんでこのキャラで喋ってるの。もし敵の視界に入っちゃっても認識されなければセーフなジャストステルスシステムで常識を覆すんだ。あれかな、ややバカゲーでもすっごい面白そうなんですけど。続きましてはゲームソフトの紹介ではないのですが、10月20日プレイステーション5のグランツーリスモ7同梱版が発売されます。ディスクドライブ搭載モデルは68,880円、デジタルエディションは55,968円となっております。多くの人の手にね、少しでも早く行き渡るといいですよね。ではゲームソフトの紹介続けていきましょう。10月20日発売、ヒューマンホールフラット。ゲーム実況などでもおなじみの大人気グニャグニャゲームですね。 PS5 版の登場と PS5、PS4 それぞれのパッケージ版が発売されます。しかもね、これ PS5 版ってハプティックフィードバックにも対応するんだそうです。どんなフィードバックが来るの、グニャグニャなフィードバック来るのかな、気になります。このゲーム侮ってはいけません。全世界で3000万本以上売れてるんですね。大人気パズルアクションゲームの登場です。あ、登場とは言ってもダウンロード版は PS4 版もすでに発売されておりますよ。続きまして10月20日発売、モノクロームメビウス時の大化。アクアプラスの完全新作 RPG が登場します。アクアプラスといえば歌われるものなどを作っておりますね。 RPG を面白くするのは物語だというキャッチコピーなんですが、その実力やいかに。このゲーム、後に歌われるものとなるある青年の物語とありますので、歌われるものファン必見ですよね。これね、端正の王道的な RPG バトルとなっておりまして、グラフィックがね、これすごく丁寧に作られている印象があります。歌われるものファン、 JRPG ファンの方はぜひチェックしてみてください。続きまして10月20日発売、レゴブロールズ。レゴの新しいゲームが登場します。レゴ初めてのチームアクションゲームとなっておりまして、ヒーローであるミニフィグを自分でデザインしてオンラインでマルチプレイで対戦します。4対4で戦うモードやバトルロイヤルモードの大乱闘もございます。どんな風に戦うのかはまだ公式ホームページを見ても説明はないんですが、映像を見る限りもうわちゃわちゃした感じのバトルになってますね。はい、まあレゴだからわちゃわちゃがいいんじゃないの。続きまして10月21日発売、ゴッサムナイツ。大注目の作品ですよ。超グラフィックのオープンワールドアクション RPG です。いや、バットマンのゴッサムシティがこんなにも美しくゲームになるなんてね、信じられません。今時のゲームってマジですごい。バットマンが死んだ後、その意志を継ぐバットマンファミリーとなってゴッサムシティを救います。4人のプレイアブルキャラクターがいますが、ソロプレイでも遊べますし、2人での協力プレイも可能です。重たい感じのアクションプレイがリアルな世界観の迫力を増してくれています。アクションではありますけれども、 RPG なのでキャラの成長システムなんかがあるようなんですけれども、なんかね、基本的にヒーローの彼らは最初から超強いんだそうです。まあヒーローですからね、強くあってほしいですよね。育成することでさらに強みを得て個性が出てくるということなんだそうですよね。バットマンに代わってゴッサムシティのダークナイトになりたいのであればプレイするしかありません。続きまして10月21日発売、ペルソナ5ザ・ロイヤル。ペルソナ5がなんと PS5 にリマスターされて登場します。 PS5 版になることでどのような違いが出てくるのかというのは公式ホームページを見ても記載されていないのでちょっと分かりかねてしまうんですが、ゲーム的な変更点は特にないと思うんですけれども、ハプティックフィードバックとかその辺はどうなってくるんでしょうかね。 PS4 版で発売されておりました40以上の DLC はあらかじめ収録されてくるようです。まだペルソナ5をプレイしていない方、遊びたいなと思っていた方はこれで決まりですね。続きまして10月25日発売、バイオミュータント。こちらはバイオミュータントの PS5 版なんですけれども、ダウンロード版が9月に発売されておりました。 PS5 のパッケージ版が10月に発売ということになります。では続きまして10月27日発売、スターオーシャン6ザ・ディバインフォース。スクエニのアクション RPG 最新作が登場します。2人の主人公からどちらをプレイするか選ぶ物語となっておりまして、選んだ主人公によって物語や仲間になるキャラが変化するようです。エレナは絶
対に仲間にしたいんですけれど、どうしたらいいでしょうか。主人公を選択するっていうことは、最初に選んだ主人公で最後まで行っちゃうっていうことなんでしょうか。このダブルヒーローシステムって1998年のスターオーシャンセカンドストーリーでも採用されていたみたいでして、今回このシステムを復活させたみたいです。選んだ主人公によってバトルの楽曲も変わるみたいですよ。公式のホームページでは選択で変わるストーリーと書かれてますね。いや、これ何周も遊びたくなるやつなんじゃないでしょうか。戦闘はシームレスなアクションバトルとなっておりまして、4人パーティーなんですけれども、リアルタイムで操作キャラを変更することが可能です。育成で様々なスキルを覚えていきますので、どんどん戦い方が変化していくでしょう。アクションではありますが、ストップモードもありますので、じっくりと戦略を練ることもできますし、操作は簡単操作で爽快なバトルのシステムになっておりますので、アクションが苦手だからという形で敬遠する必要はなさそうです。フィールドをね、空中移動したりとか、立体的な探索になりそうですよね。このアキマンさんが書き下ろしたキーアートがマジでめっちゃかっこいいんですよね。さあ、スターオーシャンシリーズの最新作、前作はちょっと不評だったみたいなんですけれども、今作はどうなるでしょうか。続きまして、10月27日発売、デッドバイデイライト貞子ライジングエディション公式日本版。デッドバイデイライトのパッケージ版でして、4つのチャプターと3つの追加コンテンツを含んだものとなっております。貞子エディションだから本当はね、夏に発売できてればね、それらしかったんですけれどもね。いや、貞子に季節は関係ない。続きまして、10月27日発売、スノーランダーベストプライス版。荒れたオフロードをトラックなどのタフな車両で走り抜けるドライビングシミュレーターがお得な価格で登場します。価格は5487円。まあでも販売サイトによってちょっとね、まちまちで変わったりすると思いますので、購入するストアの価格を皆さんそれぞれ確認してみてください。続きまして、10月27日発売、アクアリウム。ホロライブの湊アクア主演プロデュースの純愛ノベルゲームです。なんとすごいことになりましたね。これ湊アクアがメイドになって家事をしたり恋をしたりします。ちなみに販売元はエンターグラムなんで、いろいろと本格的です。え、そういうゲームに詳しいんですかって。いや、全然私はそういうゲーム詳しくないですし、そういうゲームってそもそも何のことですか。でもまあ、 VTuber を恋愛ゲームにしちゃうなんて結構思い切った試みなんだと思うんですよね。だって今まで本物のアイドルと疑似恋愛できるゲームなんてなかったですよね。あったのかな。いや、でもほとんどなかった。このゲームめちゃくちゃ売れちゃったら、ゲーム業界変わっちゃうかも。刑事チャンネルと恋愛できるゲームを作ってくれる開発メーカーさん募集中です。 DM お待ちしております。じゃあ、この勢いでそういうゲームをもう一本ご紹介しちゃいます。10月27日発売、ダカーポ4フォーチュネイトデパーチャーズ。そういうゲームですね。まあ、そういうゲームって何？って思うかもしれませんが、このダカーポはただの恋愛アドベンチャーゲームではございません。こそばゆい学園恋愛アドベンチャーです。ダカーポ4のファンディスクとなっております。後日談を描いておりますので、本編を遊んだ方向けとなっておりますかね。さあ、そういう感じのゲームを紹介した後ですけれども、ガラッと作風を変えていきましょう。10月27日発売、シグナーリス。クラシカルなサバイバルホラーゲームなんですが、いや、これクラシカルって言ってもすごいですよね。このグラフィック、アニメ調ではなかなか出せない味みたいなものがこのグラフィックにはあります。かといって古臭くなく、美しく綺麗に見えます。見下ろし型の 3D グラフィックで、未知の惑星に落ちた宇宙船を探索します。サバイバルホラーですので、インベントリを管理してアイテムを組み合わせたりと、限られた弾薬や回復アイテムをやりくりしながら、今目の前にいる敵と戦うべきかどうかを判断しながら進んでいきます。あー、もういいですね、そういうゲーム。いいですよ、たまらないです。そしてこのビジュアルが醸し出す雰囲気が本当にいいですよね。続きまして、10月27日発売、ゼムズファイティングハーツデラックスエディション。こちらのゲームは2018年にパソコン版で発売されていたゲームなんですけれども、プレイステーションにも登場いたします。カートゥーン調の馬が格ゲーします。簡単操作でコンボをつなげていき、RPG みたいにマップを進みながらプレイするストーリーモードも用意されております。楽しみながらね、ゲームプレイを覚えていくことができるんですね。
なんでこんなゲームが生まれたのかって思うかもしれませんが、もともとはですね、マイリトルポニーっていう人気のアニメの二次創作としてこの格ゲーが作られていたんだそうです。ファンゲームとして人気が出すぎてですね、格ゲーの大会の種目の候補に挙げられるくらいになったんですけれども、まあそういうゲームが有名になりすぎるとですね、公式から停止を命じられちゃうんですよね。まあそんな経緯がありまして、このゲームが生まれたんだぜ。格ゲーのゲームの質としては折り紙付き。では続きまして、10月28日発売、コールオブデューティーモダンウォーフェア2。さあ今年もコールオブデューティーの新作がやってきます。日本でも世界でも大人気の FPS シリーズ、2019年にコールオブデューティーモダンウォーフェアが発売されたのですが、それはもともと2007年に発売された作品のリブート作品となっておりました。今作品ではその2019年にリブートされた作品の続編という扱いになっておりまして、まあコールオブデューティーといえばね、マルチプレイを連想する方も多いと思いますが、特殊部隊となって極秘任務に赴くシングルプレイヤーのキャンペーンモードも用意されております。さらにストーリー主導でのゲームプレイでも協力プレイができるようなスペシャルオプスというモードも用意されております。そしてもちろんマルチプレイによる対戦もあります。今回のマルチプレイでは大規模な戦闘ができるバトルマップも用意されているようです。そうなんです、コールオブデューティー非常に多くのコンテンツがゲーム内に含まれているんですね。それこそコールオブデューティーウォーゾーンとかも用意されてますしね。さあ今年のコールオブデューティーはどうなんだなんて、ゲーム界のボージョレ・ヌーボーみたいになっておりますけれども、今年もみんなで戦場に繰り出しましょう。では続きまして、10月28日発売、バイオハザードビレッジゴールドエディション。こちらはバイオハザードビレッジに3つの追加コンテンツを収録したゴールドエディションとなっておりまして、追加コンテンツ自体も同じ日に配信となっております。追加コンテンツの内容はですね、シャドウオブローズという主人公イーサン・ウィンターズの娘の物語。なんとこの追加ストーリーなんですけど、3人称視点でのプレイとなっております。しかも追加ストーリーが3人称視点なだけではなく、バイオハザードビレッジの本編も3人称視点でプレイできるモードが追加されます。今まで見えなかった主人公イーサンのことが見える、でも顔は見えそうで見えない。これでも FPS から TPS になることでゲームのプレイ体験ガラッと変わりそうですよね。さらにやり込みモードであるマーセナリーズに新しいプレイアブルキャラクターが追加されます。バイオハザードではおなじみのクリスに、バイオハザードビレッジ本編のボスでもありますドミトレスクやハイゼンベルク、こいつら強すぎる。バイオハザードビレッジをプレイした方もそうでない方も、これは要注目。続きまして、10月28日発売、コットン16ビットトリビュート。シューティングゲームの名作コットンシリーズの2作品が収録されたパッケージの登場となります。お菓子が大好物の魔女ナタデコットンの大冒険となっております。このゲーム懐かしいって思う方も多いんじゃないでしょうかね。さあということで、21本ゲーム作品一挙にご紹介させていただきました。個人的注目作品はオーバーウォッチ2、ドラゴンボールザブレイカーズ、ゴッサムナイツ、スターオーシャン6、シグナーリス、コールオブデューティーモダンウォーフェア2、そしてバイオハザードビレッジゴールドエディションですね。気になるゲームが多すぎるんです。まあでもね、11月12月になっちゃうとなんかだんだん年末の雰囲気が出て忙しくなってくるじゃないですか。だから10月のうちにたくさんゲーム遊んどこうと思います。皆さんも気になるゲームがありましたらぜひチェックしてみてください。というわけで今日の動画はここまで。最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございました。ではまた次回何かしらの動画でお会いしましょう。じゃあね。